はいってことでとあるミュージシャンの1日の第2弾です私のとある1日を紹介していきますちょっと駆け足になりますすみませんってことで朝ごはんはいつもだいたいプロテインスムージーかなあのキウイとバナナとヨーグルトをあのミキサーにかけてプロテインスムージーみたいな感じでねこんな感じで飲んでます。あのホエイプロテインっていう結構いいやつのね 飲んでますタンパク質大事なんでねはいで昼ご飯はんはた体いつもこんな感じですあのお味噌汁にあの MCT オイルをかけて飲んでますこれを飲むだけで痩せるっていう噂の魔法のオイルです <laughs> はいでいつも飲んでるサプリを飲んでからえっと事務所に向かったらなんと、えー、ファンの方からコーヒーが届きましたありがとうございますドリップコーヒーいただきましたありがとうございます ホテルオークラのコーヒーらしいです。本当にね、全国各地のファンの方々からあのプレゼントいただいてます、ありがとう。はい、で、1回ちょっとあのボクシングジムにね、来ました。体動かして、もう1回プロテイン飲んでから、1回ね、またあの事務所に戻りたいと思います。はい、事務所に戻ってきました。 えーと最近はですねあのアド o 和の曲を同時進行で何曲も作っているのであの作詞がねちょっと忙しいんですけどもあの時間があったらね YouTube の方もね更新していきたいと思いますこれめっちゃピアノ弾いてますけどこれピアノの先生が見たら指の形めっちゃ怒られると思うな猫の手で弾きなさいって言われたけどあの音色が剥がれるのが嫌なんで。 もうクラシックの考えはちょっと今無視して聞いてます <laughs> ロックでしょこれが最近よく食べてるサラダです夜ごはんチキンとかキノコとかいろんな野菜を味付けして食べてるタンパク質もりもりサラダですこれは何をしてるかというと,、えー、とご飯を冷凍してます <laughs> 炊いてたご飯を えっと、冷凍するために小分けにしてだいたいいつも 120g とかかなこんな感じで冷凍してます主婦みたいでしょ <laughs>、はい、ちょっとねあの夜ご飯早かったんでちょっと時間があったのでこの日はカフェに来て「アドーア」の新曲の作詞をね やりましたまあ皆さんあのまたリリースできる時が来ると思いますのでその日までお楽しみに本当に作詞がね好きで好きでたあのやってますのでまあ才能はないんですけどでも好きでねこうやって続けられてることが本当に幸せやなと思います皆さんの,あの応援があってこそでございますこれからもね応援よろしくお願いしますってことで。 ちょっと駆け足になりましたけども私のとあるミュージシャンの一日でございました。おやすみなさーい。